はい、こんにちは、海坊主です。今回のライド4なんですけど、ちょっと前にね、あのメガスポーツ対決なんてやったと思うんですけど、まあ同じような感じですね。日本が誇るね、4大メーカーのビッグネイキッドバトルです。サーキットはね、つくばサーキットとなっております。でね、衝撃的な事実が判明したんです。まあ何よってことなんですけど、グラフィック設定がね、実を言うと最高じゃなかったっていう話ですよね。なので今回からグラフィック設定がね、最高になっております。まあ最高って言ってもね、今までもレベル的に言うと8割ぐらいだったんで、まあそれが10割になるよっていう、2割ぐらいは違うかなってぐらいの感じです。でグラフィックはまあそんなもんですね。走行順なんですけどね、年代別に行きたいと思います。古い年代から新しい年代に行くって感じですね。はい、じゃあそれではね、本日もよろしくお願いします。はい、まず最初の1台目はね、 GSX1100S 刀となっております。まあネイキッドに分類されるんですよね、一応これはハーフカウルみたいについてますけどね。まあこちらのバイクはね、あのバリバリ伝説のまあ駒軍のライバルであった秀吉がね、愛車でしたよね。はい、まあ俺もほとんど覚えてないけどはい、それではね、アタックの方行ってみましょう。何秒出るかってところです。刀、タイムアタック終了ですね。記録したタイムはというと58秒994となっております。まあバイクがね、どのぐらいのタイム出るか知らないけど、車に当てはめるとね、とんでもねえタイム出てますよね。本当に刀でこんだけタイム出るのって思うんですけどね。まあとりあえずこのライド4上ではこんだけ出ました。これはね、結構いい音しますよね。でグラフィックね、とりあえず最高設定ですけど、向上してると思うんですよねはい、とりあえずね、最後まで行ったらまた次のバイク行きたいと思います。はい、2代目のバイクはね、10年ほど時が進んで1992年ゼファー1100ですね。川崎の名車です。他にも空冷バイクあるんですけどね、なぜかゼファーはプレネがつきますよね。でこちらの方はね、マフラー変更ができないんですよね。残念です。個人的にはね、やっぱこのノーマルマフラーよりもやっぱりね、車外マフラーでね、カーボンサイレンサーあたりを入れたい感じなんですよね。なんか好きなんですよね、カーボンサイレンサーが。チタンサイレンサーよりもカーボン派です俺は。はい、じゃあとりあえずアタック行ってみましょう。
ゼファー1100タイムアタック終了ですね。記録したタイムはというとほぼほぼ1分フラットですね。まあゼファーはねそもそもそういうバイクじゃないっつったらそれまでなんですけどね。まあここが限界でしたね。もうちょっと走ればねタイムは上がるかもしれないんですけど、まあ1分フラット、まあタイム的に言うとねすげえタイムだと思うんですけどね。まあ一言で言うとゲームならではのタイムってところでしょうかね。ゼファー1100でねこの仕様で多分このタイムで走ったらね神になれるような気がしなくもない、しなくもないです。わかんないですからね実際にどのぐらいで走ってんだかは。はい、じゃあまたね最後まで行ったら次のバイク行きたいと思います。はい、3台目のバイクはねホンダ CB1300 となっております。まあこのバイクはね DLC で最近追加されたバイクですよね。まあ2003年型っていうことなんですけど、まあここに来てね排気量が 200cc 上がってます。まあこの影響があるかどうかってところだと思います。それではアタック行ってみましょう。ホンダ CB1300 記録したタイムはというと、はい、57秒724ですね。やっぱりねその 200cc が効いてるのかこっちのがねちょっと早い感じでした。しかしやっぱ扱いやすいですねこのクラスのネイキッドは。まあ切り返しが若干重い気はしなくもないけど間違いなく扱いやすいです。はい、じゃあ次はね最後の車になります。また一周回ってきてね、ホームストレートまで戻ってきたら次に行きたいと思います。はい、まあビッグネイキッド対決最後のバイクですね、ヤマハ XJR1300 です。こちらもねヤマハのこだわりがこもってる1台ですよね。はい、じゃあアタック行ってみましょう。
ヤマハ XJR1300 記録したタイムはというと53秒931、ほぼほぼね CB と変わんないですね。まあ本当にね誤差ですね、誤差ただ音的に言うとねやっぱ CB の音の方がいいかなって感じです。それにこのよくよく見るとね1部屋のね侵入もだいぶ大きくなっちゃってますもんね。多分まあ両方ともなんですけど、走り込めばねまだまだタイムは削れていくと思います。はい、ってことでね今回の順位としてはトップがね CB1300、 2位がね XJR1300 で、3位がねまあ刀でしたね。で最後にゼファ、まあゼファはしょうがないかなと思いますけどね。はい、ってことでね最後におまけとしてね H2R 行ってみましょう。はい、こちらの方のね記録したタイムはというと55秒388でした。まあこんな狭っ苦しいところでね乗る車でもねえかなっていうか乗るバイクでもねえかなって感じでしたね。とりあえず立ち上がりトラコンバンバン効いちゃうし、確かにトラコン抜くとね今度はねあのテールスライド置きまくりだしみたいな。まあ練習すればねあと1秒ちょっとぐらいは上がりそうな気がするんですよね。まだねあのヘアピンの侵入でねオーバースピード気味だったりとかもするので、まあでもねほんとこのバイクを走らせるときはもっと広いサーキットで走らせましょうって感じですかね。本当にポテンシャルのね半分ぐらいしか出せてないような感じでした。はい、それではね今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。